味わかんない。ネギトロの悪口言ってるんじゃなくて、なんでこんな毎回ネギトロなのって言ってるのにさ、カイリちゃんうるさい。噛み合わない会話が。いただきます。なんかさ、毎回ネギトロなの。なんかネギトロ、ネギトロかな、かう。ネギトロかうどん。あ、うどんってやばい。毎回。うどんのことどおりって。こんにちは。こんにちは。美味しいんですけどね。美味しいけど、なんでこんなネギトロなのかなって言ったら、ブツブツ言ってるって言われた。意味がわからん。他にメニューね、わかんないです。わかんないけど飽きた。でもさ、このさ、何これ。入れてないです。あ、入れます。錦糸卵、これ卵なんだ。あんま揚げしない、これ。日本ヒル最高だね。それかけた。最近食欲がやばくてっていう話をね、昨日しようと思ってて、配信で忘れたんだけど、わかめの味噌汁、わさび食べれないんですよ。もうご飯食べたらもうなんか大盛りじゃなきゃ気が済まないし、デザートがないと気が済まないんですよ。だからね、今日のデザートは、ね、ジョアンのクロワッサン10個ぐらい持ってきた今日。一生もの食べてる。そう、3万円そうで、メンバーにさ、クロワッサン食べるって誰も食べれない、食べないって言ってさ、美味しかったよ。そう、でもミハルとアイニャが食べてくれました。みんな暑い暑い、私も暑いと思いながら早く乗ったって。まあでもそんなことはしませんよ。一回やけどして、マスクやって、今ね、名前の日がこちらの可愛いんだけど、気にせず、うん、細くない、やばいよ。ハイページにはね、何もしてません。ガチでやばい。でもさ、これなんていうの、卒業
する時のメンバーはみんななんか綺麗って言うじゃないですか。でそれ目標にしてるんですよ。でも今のままだと危ういんですよね。めっちゃ食べてるから。汗汗。私も雪地は一人ぐらいじゃ弱くなっちゃうんですよね。絶対はみ出ちゃう。雪地は必要だよね。あゆかちゃんに覚えられてるか自信ないから会いに行っても誰って言われそう。意外と覚えてますけどね、私みなのもののことを、でもさ、そのインスタの質問箱とか開くとね、なんかもう、もう覚えてるかなみたいなさ、と聞かれるんだけど、覚えてるよって言ってもみんな覚えてますかって言うからさ、逆に忘れてるみたいなとこありますよね、オタクあるある。あ、覚えてるよ、覚えてるんですよね、ちゃんと。逆にさ、そんなとこまで覚えてるってくらい覚えてるのに、逆に忘れてたからって。本当だって。ねえ、意外とって何？え？怒るよ。今日は怒ってないよ。在宅です。お会いしたことありません。オッケー。在宅もいいですよね。いろんな楽しみ方があって、私はいいと思います。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。おしゃべり会は4月9日で最後じゃないですか。だからね、もう最後なのかなって話を今日みんなとしてるんですけど、寂しいよね。どうしたらいいんだろう。
酢酸ですか、あ、酢飯か、酢飯です。うん、うん、え、わかんない、追加あるとかないとか。ね、どうしたらいいんだろう。あってほしいよね。そんな買えなかったの？ちなみに。びっくりした。え、どうしよう、こっちで迷う。ありがとうございます。フレームが、うさちゃんフレームが来たから。あれ、みんなと同じタイミングで。ありがとうございます。ずれてないから、みんながずれてんだよ。なんだなんだ。ラグ問題な。そのさ、遅いとか言われてもさ、私のタイミングがあるから。知らないよ。そうなの。合わせようがないよ。そっちが時かけたら？うるさいな。黒だし汚れ気になる。なんかさ、みんなはさ一人一個言うじゃん。でも私は全部バッて受けてるから、みんなはさチクチクっていうちっついていじったと思ってもさ、私は100個くらいで来るわけよ。
100個は来てないけど。ディレクションもそう。卵と思いやコップ。だからそんなさ、しかも楽くらいでさブーブー言わないんだよ。子供じゃないんだから。しょうがないの。よし、食べ終わりました。みんな褒めるんだ。みんなで褒めれば100倍の褒めがある。優しい。ありがとうね。心が穏やかになったよ。ガチで美味しい。飲み物かわいいね、わっさん。おいしい。お揃いで嬉しい。うわ、お揃いにしようぜ。その野球しようぜ。野菜だ、買ってくるか、買ってきな。サイダーからの味噌汁。今日はね、制服の日なんですよ。
全身は見せないんですけどね。あ、見せないんですけどね。可愛かった、ありがとう。全身は禁止になったもんね、なったっけ。禁止になっちゃったんですよ。よーからん。私はね、安い女じゃないんですよ。服見せる見せないで、私は安い女じゃないんですよ。何姉子って。君から見た僕はきっとただの友達の友達、たかがチヂミに向けられた。あれ、これ2番。会いたいんだ今すぐその角から飛び出してきてくれないか、夏の魔物に連れ去られ僕の音へ生まれた星。高い。ただの友達の友達ですらなくて泣いた。君から見た僕はきっといい感じのいい感じのオタク。だがねなななのねなななな。いい感じっていいじゃん。なんでいい感じってダメなの。なんで。そう、悪い感じじゃないからいいじゃん。なんでダメなの。いい感じっていいじゃんね。すごい褒め言葉だよね。なんでダメなの。君を惚れさせる黒魔術は知らないし、君に誘う勇気も車もない。なんでダメなんですか。黒魔術はな、そうだね。たまに参加してくよね、ナナ。
大体持ってるけど、ルールに。最高だよ。ありがとう。本当、ありがとう。うん。次何時からだっけ？うわ、6時15分からだって。ちょっと寝ようかな。朝起きてっていうか朝じゃないわ。起きたのがね、9時ぐらい。パンになってきた。じゃあさ、あれどこやったっけ？今配信してんの？なんでさ、いつも横見ながら食べるん？あゆのこと好きなん？ヤハルっていつも横を向いて食べるんですよ。今日履いてた靴下後悔します。これ今日私が履いてた靴下はこれです。こうそうそう、靴下変えたんだよ。これをこれ履いてさ、あの家出てくる勇気なかったから履き替えてきたの。どうしようかな、裸足じゃない、履いてる靴下グレーの靴下履いてる。違うって替えがある。2個あるよ。謎スクショ。じゃあまあ SNS に載せますね。これでなんか、うん、なんかこれとなんかフランスパンみたいな、うん、ありがとう。はい、靴下乗せるわ。じゃあこうやってじゃあランキング発表します。ちょっと見えないな。13位、いもえもんさん。間違えた、これ累計ランキングだった。やっぱりまたやっちまった。13位部長さん、12位キクさん、11位 JT さん、10位ハムちゃん、9位ハチさん、8位ケロちゃん、7位春風さん、6位ガミさん、5位アグさん、4位堀巻さん、3位サイさん、2位里吉さん、1位秘密厩舎猫耳さんでした。ありがとう。はい、ちょっとじゃあ一休みしていきたいと思います。見てくれてありがとう。バイバーイ。じゃあねー。